星です。イエーイ、始まりました。今回はですね、豪華なゲストの皆さんに来ていただいております。シエルブルー鹿屋の皆さんです。イエーイ、どうぞお越しくださいませ。芸人みたいな入り方。さあ、シエルブルー鹿屋の選手の皆様にお越しいただき、あ、すみません、ちょっとポジション大丈夫でしょうか、入ってますか、OK です、ありがとうございます。この動画をですね、見ていただいている皆様の中にもシエルブルーの皆さん初めて見るよっていう方もね、多分いらっしゃると思うので、お一人ずつ、軽くいいので自己紹介ね、お名前とご出身、あとは客室なんかも、サッカーでいうところのね、ポジションみたいなところですけども、さらっと言っていただければなと思います。それでは自己紹介の方よろしくお願いします。キャプテンしてます。富尾大地です。出身は鹿児島県です。客室はパンチャーです。ロードだけじゃなくてトラックもやってます。はい。原田弘明です。出身は岡山県倉敷市です。で、客室はギャンブラーということで思い切って走りしてます。なるほど、そういうのもあるんだ。今日はよろしくお願いします。お願いします。伊藤俊樹です。北海道の小樽市出身です。客室はルーラーやってます。はい。お願いします。お願いします。白川幸喜です。出身は岡山県倉敷市、原田さんと同じです。客室はちょっと言えるような得意な部分がないので、これから作っていこうと思っています。来年は本気出すのでよろしくお願いします。お願いします。はい、青森県出身の石橋学です。客室はクライマー寄りのオールラウンダーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そこでさらっとチームについてもちょっとお聞きしたいなということで、軽くでいいんですけれども、じゃあもうせっかくなんでキャプテンからお聞きしてもよろしいでしょうか。シエルブルー鹿屋はチーム自体は2015年に発足したんですけど、本格的に労働チームとして今年から J プロツアーを走らせてもらってます。若い選手が多くて、大学生も含めて若いチームなんで、レースとかでは積極的な走りで他のチームに挑んでいっているっていうところのチームです。まだまだ他のチームと比べて力的には全然劣る部分はあるんですけど、今年の冬力つけて来年どっかで1勝できるように頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございます。ちなみにですね、大隅地域鹿屋に根ざした地域密着型のチームということで、この地域に貢献するじゃないですけど、そういった活動とかもされてるんですか？はい、地元のイベントとか小学校とか幼稚園とか、そういったところで交通安全教室だったり、ストライダーを使った自転車乗り方教室っていうのも行ったりしてます。わかりました。ありがとうございます。行ってき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 ます。ありがとう。今日のスタートゴールは鹿屋市にある湯草大隅海の学校。廃校を活用した体験型宿泊施設で教室に泊まれるほか、校庭でキャンプやバーベキューができたり、併設の自転車ショップワンライドさんでは自転車のレンタルができたりと、大人も子どもも遊べる宿泊施設となっています。さあ、湯草大隅海の学校ですね、スタートして、今ねちょっと、来たあたりなんですけれども、いきなり見てください、もう坂なんですよね、上り。私ね、皆さんご存知かと思うんですけれども、この2、3ヶ月ですね、体調を崩しておりまして、今もうすでに何か口から出そうになっております。もうね、誰かも喋れない。私の後ろにね、選手さんたちがね、連なって走っていただいてるんですけれども、ちょっとね、このペースに付き合っていただくのもかなり申し訳ないので、私は私のペースで行きたいと思いますんで、どうぞ皆さん抜いていただいて結構です。めっちゃ楽しそう。早っ嘘。マジみんな行っちゃったんだけど、嘘でしょ、容赦ないじゃん。早っ。ほんで上りを制しまして若干一面置いていかれましたけれども、無事にですね上り終えて、今現在は霧島ヶ丘公園内にある黒豚の丘さんというねマネストランにやってまいりました。今日はですねこちらでランチをいただきたいなと思います。それでは行ってみましょうか。皆さんお腹空いてますか？はい、行きますよ。はい、行きましょう。お邪魔します。ちなみに晴れてる日はテラス席がぐっと、目の前に広がる錦江湾が最高のオーシャンビュー。夕日の時間帯を狙ってみるのも素敵やん。おお、うまそう。ありがとうございます。がっつり。食べれる。もうペロリですよ。ペロリ。はい。いただきます。おいしい。めっちゃ分厚い。ちなみに何頼まれたんですか？肩ロースのなんかタリア。あ、タリアータ。すごいボリューム。はい、ありがとうございます。どうですか、タリアータは？美味しいです。美味しいですか？はい、多分オフシーズンですよね。はい、なんか食べ物とかって気をつけたりするんですか？いや、してないです。あ、特にしないんですね。はい、今は。シーズン中は気をつけるんですか？シーズン中は気をつける。ああ、それはどういったあたりを気をつけるんですか？まあ、でも油物を避けたりとか。油物を避けたり、ラーメン食べますか？シーズン中は食べてないですね。やっぱ食べれないです。いや、でもなんかちゃんぽんみたいなのは食べてます。野菜たっぷりの。逆になんかこれはめっちゃ食べるよっていうのあったりするんですか？まあザバスのプロテインですかね。なるほど、プロテイン大事なんですね。何味推しなんですか？ココアか。ココアだ。ココア美味しそうですね。はい、プロテインのココアがすごい。わ、美味しそう。最近結構美味しいプロテインもありますもんね。はい、さあ、それでは原田選手。改めてこの辺りのこの、まあ、大隅半島であったりとか、はい、あとは鹿屋市であったりといった、まあ、この辺りの地域の魅力っていうのをじゃあ改めて聞いてもいいですか？先ほどこう食べられたと思うんですけど、まあ、豚だったりとか、畜産とかがやっぱ強くて、僕らアスリートにとっていいものを体に入れて、いい体作るっていうところではやっぱ食生活はいい環境を整ってるなっていう。あとはですね、今日も多分今20度ぐらいあるんですけど、11月の後半で結構暖かくないですか？暖かいです。てかもうちょっと暑いぐらいですもんね今ね。冬から春にかけてしっかりベーストレーニングを積んでいく中で、やっぱ暖かいところでトレーニングするっていうのはすごい重要なことで、なるほど。気候の良さね、この暖かい南国鹿児島、練習もしやすいということですよね。ちなみに鹿児島県出身の選手は、鹿児島県出身、はい、もう鹿児島の大好きなところ第1位。はい。やっぱご飯が美味しい。ああ、やっぱご飯美味しいの感じますね。やっぱ肉とか。鶏、豚、牛、全部美味しい。でも魚も美味しい、美味しいですよね。一つリクエスト言ってもいいですか？ワッツェって言ってもらってもいいですか？ワッツェなんとかかんとかって言ってください。ワッツェなんとかかんとかですか？言ってください。絶対もう。はい、わかりました。どうぞ。ワッツェ見星可愛い。100点です。ありがとう。彼女も集中ということで、皆さんぜひ押してください。鹿児島県出身の選手です。好きな女性のタイプ言ってもいいですか？このタイミングでいきなり来たと思った瞬間急に来ましたね。それはもちろん美穂氏みたいな可愛い人は。うわ、何ですか、シエルブルーの選手の皆さんは訓練されていますね。皆さん素晴らしい訓練されて、大好きですね。いきますよ。ハイタッチ。はい。はい。インカメだ。はい。これ。何をすればいいんですか。進めてもらって。はい。何を進めるんですか。進行してもらって。はい。コスモスです。ご飯を食べた後はまたしばらくサイクリング。晴れてて暖かくて景色も最高。平坦基調で登りがなかったので置いていかれることはありませんでした。よかったー。さあ、それではちょっとサイクリングを楽しんだところでデザートのお時間がやってまいりました。おやつタイムです。さあ、本日いただくおやつですけど、まあ、名物となっているんでしょうかね、東京屋さんの何でしょう、ちょっと恥ずかしくない本日いただくのはですね、おっぱいまんじゅうとどうでしょう、見た目いかがですか？おっぱい感出してますね。おっぱい感出してますね。ちゃんとレポートしてくれてます。すごいですね。やっぱ見た目はこうなんていうか、おっぱいしているというかですね。可愛らしい見た目となっております。それではいただいてみましょうか。いただきます。美味しいですか？おお。ふわふわふわ。うん。中何？クリームですね。なんかカスタードクリームみたいなのが入ってます。ふわふわですね。まるで本物のみたいな感じですよ。食感ももちもちというか。ですよね。なんか便秘が出てきましたね。どうですか、これ食べて来年のねシエルブルーはレースでねいい成績を残せそうですか？そうですね。まあちょっと大人になったんで、まあ本気出せそうですね。大人になったんで。じゃあもう来年は優勝目指して頑張ってください。ありがとうございます。この後はシエルブルーさんのガチな練習風景も見せてもらいました。撮影中は面白い選手さんたちですが、ストイックに走り込む姿はとてもかっこよかったです。そしてこのコースは2023年に行われる鹿児島国体のコースでもあります。ぜひ地元鹿児島の選手に頑張ってほしいなと思います。はい、というわけでスタート地点であるゆくさおすみ海の学校に戻ってきました。イエーイ、お疲れ様でした。どうでしたか皆さん、改めてまあ普段ねトレーニングをはじめ、いつもね自転車乗られてると思うんですけど、こういう風にねランチとかデザートとか、あとは観光スポットなんかをね巡りながらのサイクリングってなかなかできないと思うんですけど。そうですね。普段やっぱり通り抜けていく場所なので、まあ見た機会にゆっくり見るのもいいかなと思いました。どうでした？おまんじゅう盛りだくさんで楽しかったです。おまんじゅう盛りだくさんで。いや、走り回っていっぱい食べて今眠いっす。眠いっす。疲れちゃいましたね。疲れちゃいました。どうでしたか？そうですね。普段練習ではもう素通りすることが多いので、初めて行ったとこがほとんどだったんで楽しかったです。逆になんかちょっと新鮮なね感じで、どうでしたか？地元がね楽しいですけど。25年住んでますけど、初めて行ったところもあったんで、あ、そうですか。ゆっくりこう食べながら、景色見ながら走ってて楽しめましたか？すごい楽しいライドでした。ありがとうございます。まあやっぱりそのシエルブルー金谷さんをはじめ、金谷体育大学の自転車競技部の皆さんなんかもね、やっぱり練習で使う道もやっぱりたくさんあって、地元の人たちの自転車サイクリストへのこうなんていうか理解というか、すごく自転車で走りやすい土壌ができているというか、なんかそういう雰囲気を私も今日一日を通してなんか感じれたかなと思います。ということでこの動画をですねぜひ参考にして、この大隅半島そして鹿屋市にねサイクリングに、来てもらえる人がたくさん増えたらいいんじゃないかなというふうに思います。どうでしょう？イエーイ。ぜひね、じゃあこれを見て、動画を見てくださっている皆さん、ぜひねこれからシエルブルーさんのこと押しちゃってください。よろしくお願いします。ということで、三星とシエルブルー金谷の皆さんでした。またねー。アディオチャンネル登録はこちらをポチ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 。